はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、チューハイですね。キリンの本搾りの、スウィーティー、果汁 27%、優しい、果実味、期間限定です。スウィーティーとグレープフルーツとリンゴが入ってるらしいです。スウィーティーってうまいよな。昔さ、缶ジュースでさ、スウィーティオっていうさ、缶ジュースがあったんだけど、すっげえうまかったよな。あれ今もう売ってねえと思うけど。あれくっそうまかったんだけど、消えたよね。たっぷり果汁とお酒だけ、アルコール度数 5%、です。糖類無添加。原材料がスウィーティーと、グレープフルーツとリンゴと、ウォッカ。ですね。これさ、すげえ気になるのがさ、スウィーティー果汁じゃないよね。原材料がスウィーティー、グレープフルーツ。あ、それあってなんだっけ？いいんだっけ？なんかリンゴ果汁とかさ、原材料がさ、リンゴ果汁とかって書いてなかったっけ？それ気のせいか。冷やした缶を振らずに一度逆さに、してお飲みください。たっぷり果汁が混ざってより美味しく飲めます。スウィーティーってさ、見かけないよね。このグレープフルーツの果皮がなんか緑色っぽいやつ。この果汁、このさ、果物見かけないよね。あ、すごい、ぴったり。これね、これ、皆さん、これ、知ってますか？これ、ペリエっていう、有名な、フランスの、うわ。フランスの、炭酸水。天然炭酸水ですね。それの、グラスなんですけど、これ、実は、すげえ、高くて、まともに買おうとすると、3000円ぐらいするんですよ。送料込んで。こう、送料込みで、3000円ぐらいするんですよ、これ。1個。このグラス。これがですね、なんと、近くじゃないか。アンティークショップじゃないけど、なんかね、すっげえね、なんだろうな。まあ、中古ショップに売ってました。乾杯。これね、超欲しくてさ、このペリエグラス、かっこいいっしょ。で、ペリエもすげえうまいんだよ。あれ高いんだけど。炭酸水ね。炭酸水特有のね、酸味がないんですよ。あれ天然だからなんかな。そしてこちら、あん肝です。中国産のあん肝がね、200円で売ってたから買った。いただけます。うん。これちょっと、茹でたっていうか、蒸した。アルミホイルに入れて蒸したんだけど、なんか本来はソーセージ型にして、蒸すらしいんだけど、いや、本当はやったんだけど、なんかぐちゃぐちゃになったから、まあ、いっか、と思って。まあ、見た目は悪いけど、普通にうまいですね。あ、うまっ。うまい。これ、ガクトも使ってるからね。このペリエグラス。マジで。このスウィーティーは美味しいですね。うん、ほのかな甘みと。まあ、ほとんどグレープフルーツやけどな。グレープフルーツと圧倒的に違うのは甘みがあることかな。ちょっと甘みがありますよね。うん、ありますね。
いや、でもこれが100円で売っててさ。で、そこのショップがさ、すっげえ怪しいのよ。なんかね。外人がいんの。外人が。あの、店員が外人でさ。うん。で、なんか、3人ぐらいの外人と、なんか、くちゃべってんのよ。で、こう俺がこれ持ってったら、ありがとうございますとか言って、片言で喋ってた。これうまいな。あん肝。ちょっと濃厚だね。これうまいんだけど、なんか、まあ酒につけたから臭みもないし美味しいんだけど、なんか、まあ若干やっぱ臭みがあるな、スウィーティオって知ってる人いるかな？すっげえうまかったんだけど。スウィーティオっていう。で、ググっても出てこないんです。あの、ドールのスウィーティオっていうやつしか出てこないんだよね。缶ジュースが画像検索で出てこないんですよ。確かスウィーティーオーだった気がするんだけどな。缶ジュースであった気がするんですよ。あとこれも美味しかったよね。あのスウィーティーのガム。ロッテのガムなんだけど。なんか、もうなくなったみたいですね。おそらくこのスウィーティーっていうのが高いんじゃないかな。値段的にね。このスウィーティーガムっていうのがすげえうまくてな。これうまかったよな、このスウィーティーガムってやつ。これが異常にうまかったよね。スウィーティーって本当当たりでしかないんだよね、ジュースにしても。マジで、個人的には。大当たりなんですよね。で、実際に、スウィーティーっていうのが、近くの、スーパーで売ってたから買ったんだけど、別に大してうまくもねえんだけどね。グレープフルーツよりか若干甘いんだけど、確かそんなに甘くなかった気がするな。多分安物だからあんま甘くなかったかな。缶ジュースでググったんだけど、あれ出てこないですね。こんなんだったっけ？スウィーティーって。あ、そんなんだった気する、これ。この果汁 30% のスウィーティーってやつ。ロッテのね、スウィーティーっていう。これだったかな？その 30% ジュースで味はそのままグレープフルーツ的で苦甘くて美味しいって書いてある。これだったかな？ちょっと記憶が曖昧ですね。確かスウィーティオとかだった気すんだけどな。スウィーティオでググっても出てこないしね。でも、これは、この本絞りのスウィーティー味は大して美味しくないですね。なんだろう。甘さが圧倒的に足りないのかな？甘さが圧倒的に足りないのか、
俺が昔飲んだそのスウィーティーのジュースはすげえ甘かった気するんだよ。そう、このスウィーティーガムもな。当時はね、本当にスウィーティーブームみたいなのあったよね。あったあった。ああ。今もうなくなったけどね、なんでだろう。やっぱ、価格高騰したんかな。スウィーティーのガムうまかったよな。すっげえ好きだった、このスウィーティーのガム。今売ってないんかね。恐ろしいほどうまかった気するけどな。これでもかっていうぐらいうまかった気する。個人的に大好きだったんだけど。あれ、アマゾンで売ってるんじゃない？ああ、ちょっと。アマゾンでもしかしたら、売ってる可能性ワンチャンある。あ、売ってねえわ。現在、取り扱いできませんね。もう販売終わったわ。なんだろうね。なんで売られなくなったんだろう。これくっそうまかったよな。マジで。ロッテのグリーンガムもうまかったけど、まあうまかったな。確かに。今もうめっきりガムなんて噛まなくなったけど。確かにグリーンガム普通にうまかったな。うん。あの当時なんかガムブームみたいなのあったよね。今から10年前。10年前じゃねえな。20年前ぐらいか。で、俺が好きだったのがクールミントガムってやつね。これもクソうまくてな。そう、このペンギンのさ、絵柄のやつなんだけど、すげえうまかったよね。これもすっげえうまかったよな。あと、梅ガムとかもよくた、噛んでましたけどね。うまかったなこれ。梅ガムもな。ロッテの梅ってやつね。これうまかったよな。で、あと、歯磨きガムとかもあったんだけどね。歯磨きガムとかね。あ、あったこれ。グリコ、キスミントガム。あったあった。キスミント、キスミントってやつ。俺もうおっさんになったな、これ。CM で、キスミント、キスミントっていう CM が流れる。で、このキスミントっていうのは今で言う、まあ、あれ、キスミントってまだあった？あ、今あるんだっけ？まだ。もうないよね。さすがにもうないよね。あ、あんじゃん！ウォータリングキスミントってやつね。今出てる、ウォータリングキスミントってやつ。これのウォータリングがなかった当時のやつですね。うん。キスミント買ってたわ。なんかつぶつぶがな、あんねんな。あんですよ。なんかプチプチカプセルが入ってて、こう噛むとプチプチってなるんですよ。うん、これ懐かしいっすね。で、あとは、安定のブラックブラックとかな。ブラックブラックとか、今もあるけど、あれもロングセラーですよ。あれ、俺もだって、車乗ってた時、車に常備してたもん。
あの、粒タイプのやつ。すっげえ、あれだよね。ガム、当時すげえブームだったけど、今はどうなんだろう。でもガムってやっぱり、あの、マニアの人結構いるもんね。マニアっていうか、常に噛んでるような人。まあ、一定数いるよね。おそらくね。おそらく一定数いるんですよ。2011年にスイーティーガムが再販されたっぽいですね。現在は販売終了となっています。95年に発売してたみたいですね。だから俺10歳ぐらいの時や。これを紹介してんのが、あの、マツコデラックスのなんとか、ん?マツコ&よし、有吉の怒り浸透で特集したみたいです。このさ、マツコデラックスのさ、番組は面白いよな。まあ、俺、あの、全然見てねえんだけど。あの、雰囲気でわかるわ。なんかで、あの、ようつべとかで見るけど、たまーに。ごく前で見るけど、面白いよな。あの、すげえマイナーなところを、あの、特集したりするんですよ。で、そのマイナーさが俺は、あの、結構ドストライクだったりするんで。コーヒーガムとかもあったよね。スペアミント。ああ、あった気がする。このイブってやつね。イブっていう。これはね、すげえ臭いですね。俺あんま好きじゃないの、これ。再販した時食べたんだけど。っていうか、ガムって食べるっていうのか、噛むっていうのか、どっちなのか迷うんだけど、なんだ?あるよな。今はお菓子でじゃがりこが人気みたいですね。これ未だにうまいよな。確かに。つまみにもなるけど、ちょっと高いんだよな。個人的に高いんで買わないです。じゃがりこは。高いんで買わないです。俺みたいな貧乏人になると、あれだから。じゃがりこ買うんだったらポテトチップス買った方が絶対安くて美味しいんで。あ、美味しいかどうかはあれだけど。まあ、量がね、量で見ちゃうから、量で大体、ポテチだったら一袋大体さ、安くて80円ぐらいじゃん。80円ぐらいでスーパーで売ってる。じゃがりこはね、ちょっと高いんだ、やっぱり。同じ量でもね、100円か120円ぐらいするんですよ。高い。ただ、美味しいは美味しいですね。同じ量だったら、まあ、せやな。まあ、じゃがりこも、まあ、ビールとかのつまみになるから。チップスターね。あの、8分の5チップスとかもあったよね。あれはなんで8分の 5っていうその、あれが、分数が出てくるのか、全然当時、俺がガキの頃から売ってたけど、全然理解してなくて、いや、今も理解してないんだけど、あれなんで8分の5チップスって言うんですかね、あれね。
全然わかんないんですよね。未だに考え、まあ、どうでもいいかっていう感じになってるんだけど、もうネタもわかんないし、なんでなってるのかもよくわかんないし、まあいいかって感じ。もうググる、ググる価値すらない情報だとわかりつつも、未だに謎ですね。永遠の謎でしょ。もはや、こう、カタカタ打つほど別に知りたくねえなって感じで、ググれば多分出てくるんだろうけど、もはやもう知らなくてもいいやって感じ。ただ謎ですね。チップスターもありましたねって、ありましたっていうか今もあるんだけどさ。うん。まあ、チップスターも、ブレないよね、うまさがね。多分当時と味変わんねえんじゃねえかな。20年前と多分何も変わんねえよな、これ。ソフトサラダとかね。あるあるある。これあったあった。サラダせんべいみたいなやつあるよね。これも、安定したうまさがあるよな。うん。で、新潟にある、お菓子で限定で行くと、俺、新潟出身なんであれなんですけど、サラダホープっていうのがあるんですよね。で、これがそのソフトサラダとかに似てるんだけど、すげえうまいんですよね、あれがね。絶妙な味わい。なんだ、せんべいじゃないんですよね。やっぱちょっと細長いさ、細長いなんか唐辛子みたいなさ、形したっていうか、まあ、言い方あれだけど、細長い、お菓子なんですけど、あれがすんげえうまいのよ。あれはね、新潟のね、お菓子、まあ有名なんだと柿の種とかあるけどね。柿の種なんてね、目じゃないくらいうまいですね、これは。これサラダフォーク、これ新潟しか売ってませんからね。亀田のあれですね。今ググりましたけど。亀田製菓のサラダホープってやつですね。これクソうまいんですよね。クソうまくて、恐ろしいほどうまいんですよ、これ。マジで。これ恐ろしくうまいんですよね。ハッピーターンとかの、亀田の柿の種で有名な亀田なんですけど、実は新潟限定で、このサラダホープっていうのが売ってるんですよね。で、こちらは何かっていうと、まあ、いわゆる米菓なんです。米の菓子なんですけど、これは新潟限定なのは、まあ、米だからですね。米どころのコシヒカリ使ってるという。うん。原材料はもち米。水なもち米を 100% 使用。で、新潟ですからね。新潟、米どころ新潟ですから、これはもう、最強でしょう。サラダホープの大ブレイクには社員もびっくり。2009年12月、人気バラエティ番組でサラダホープが取り上げられたことをきっかけに、全国的にサラダホープの注目度がアップ。ネット通販を行っている亀田製菓のホームページもアクセスが殺到し、放送週のサラダホープの売り上げは前週のなんと100倍だったのこと。マジで？デビュー以来の第2次ブレイクには社員の皆さんも予想外でとびっくりだったそう。へぇー。デビュー時の大ヒットが、会社設立4年目だった。亀田製菓の基礎を、築くことになったというサラダホープ。普段はそんな目立たないのに、時に周囲をあっと驚かせる、隠れたスターといったところですよ。いや、これね、本当にクソうめえんだよ、これ。新潟、今度行くとき、探してみる、だから絶対売ってるからね。コンビニ普通に売ってるんで、買ってみてください。サラダホープっていう。まあ、ホープです。サラダのホープですから。まあ、いわゆる、ホープっていうのは、まあ、希望ですかね。英語で言う希望ですからね。これ超うめえから、マジで。ああ。サラダホープはね、恐ろしいほどうまいよ、これ。ああ。新潟でね、まあ、何個か俺がね、あげるね、
クソうまいリストの中に確実に入る部類ですね、これは。まあ、アマゾンでも一応取り扱ってますけど、ちょっと高くはないのか。いや、結構高いな。普通に高いな。一口タイプの軽いあられです。サクサクの生地とまろやかな塩味が止まらない美味しさです。博多の塩。食べ始めたら止まらない美味しさ、まろやかな塩味がおつまみにぴったり。これもね、やっぱりね、つまみにもいいし、そうっすね。で、せんべいとかみたいに硬くはないんですよね。いわゆるライト、ほんとサラダせんべい的な、割と柔らかいせんべいの部類なんです。これは恐ろしくうまいから、絶対買った方がいい。新潟のお菓子で多分一番有名だろうな、これ。おそらく新潟で、ああ、でも柿の種があるのか。まあでもどこでも売ってるしな、柿の種なんてな、今更な。今更柿の種の、亀田の柿の種なんてどこでも売ってるからな。あれ、亀田の柿の種って、あれ、新潟の、しかも俺の住んでるとこなんですよ。マジで。これ、ガチの話。新潟のね、亀田の柿の種ってあるでしょ。あれ、亀田ってどこにあるかっていうと、俺の住んでる新発田市っていうところなんですよ。うん。まさに、俺の住んでるとこの、市内なんですよね。その範囲にあるんですよ。確かそうだったよね。亀田の、ちょっと待って。亀田の柿の種って、確かそうだったよな。亀田製菓ね。いや、そうや。そうだったはずやで。俺だって亀田製菓に俺、あれ、面接に行ったことあるもん。マジで。で、OK されたんだけど、OK されたんだけど、あれ違ったっけ？あ、違うか。今見たところによると、工場が4つあって、本社が新潟市内ですね。あ、でこれ違うのか。あれ何だったっけな？亀田製菓じゃなかったっけな？あれおかしいな。柴田市に亀田製菓あった気がするけど、柴田市、亀田製菓。あれなかったっけ？おかしいな。俺の勘違いかもしれんな。なんかのあれがあったはずやね。柴田の超有名な。あ、バカウケの会社かな？違うな、あれか。参考成果か。参考成果だ、ピボーン亀田製菓、あれ違う、なんだっけ。あれ参考成果って何が有名なんだっけ。ピポーン！越後製菓。そう、越後製菓だ。あれ？越後製菓は有名なはずやねんけどな。あれ？これ違う。観光さん。これじゃねえのか。越後製菓か。確か、柴田市に越後製菓。越後製菓あったはずやねん。俺、越後製菓にあれ しに行ったもん、確か。確か、越後製菓に俺、面接行った気すんもんな。あれ違ったっけ？あ、全然忘れてるわ。どっかなんかお菓子の会社だったはずやねんけど。おかしいな。ちょっと Google マップで見てみるか。柴田市の、いや、俺もう覚えてるもんだって。俺が二十歳ぐらいね、22歳ぐらいの時に、
行ったはずやで。あれ、どこだったっけな。そう、7号線の近く。あ、これか。菊水酒造。いや、それは違うんだよな。一応ね、新潟のね、新発田市で有名なの、俺が地元ですけど、この菊水酒造っていうのが有名ですね。船口一番搾りってやつ。作ってる、これ本社がここにあるんですよね。まあ、日本酒なんですけどね。まあ、僕は日本酒あんま好きじゃないんで、どうでもいいんですけど。あ、栗山ベーカー？栗山ベーカー？あ、バカウケの会社っすね。栗山ベーカーっていう会社があるんですよ。まあ、有名なのとバカウケですね。バカウケで有名な会社。多分バカウケ普通に東京とかでも売ってるよね。あ、売ってねえのかこれもしかして。バカウケって。あと、星食べよ。星食べようも有名ですね。うん。これが、僕の、うん。まあ、地元にあるっていう、だけなんですけど、全くもって、これ確か俺、言ったもん、俺。面接。で、OK もらったんだけど、面接で、OK もらったんだけど、最終的に俺が蹴ったっていう。俺が最終的に蹴ったんです。なんでかっていうと、その時同時に面接を受けてた別の会社が、の方が、待遇が良かったんで。で、しかもその栗山ベーカーは、あれだったからね。参考体制で夜中夜勤とか、ある会社だったんで、いや、夜勤はきついわ、つって。蹴りました。夜勤はきついわ。ちょっと少ないぐらい。香りはまあ、ぐらいか。スイーティー、これも微妙だね、これ。微妙！4233です。ご視聴ありがとうございました。